京都へおやすの道先京都アキラ。はい、本日は京都の伏見の深草にやってきたぜ。はい、ほんで今日はラーメンです。深草にね、昨年10月オープンいたしました醤油ラーメン日はまた昇さん、初動画撮影潜入していきたいと思います。こちらの日はまた昇さんは、こちら2号店になりまして、1号店は伏見稲荷の方にもあるんですけども、そちらも今度撮影させてもらおうと思ってるんですけども、本日はこの醤油ラーメン2号店の、日はまた昇さんに突撃していきたいと思います。今回動画初になるんで、とりあえずレギュラーメニューの特製醤油ラーメンをぶらって、動画配信させていただきたいと思いますんで、そしたら今から乗り込んでいきたいと思います。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よっしゃ。そしたらあちらが師団街道です。はい、そちらを何通りか知らんけど東に行きます。そしたらあります。ちょっとまだね、オープン前、俺はねソーシャルディスタンスなんで、オープン前市場に来るのが自分のやり方なんで、ちょっとオープン待ちます。とりあえずこれやな、今日は初動画なんでこれやな、いろんなんで。オープンじゃ。はい、行くぞ。あ、すいません、ありがとうございます。よっしゃ、ではこれ特製ね、いっぱいいっぱいね、醤油にもこだわっておられて、今日はこちらですよ、岡直三郎商店の日本一醤油、これの地鶏醤油ラーメン特製。動画初潜入楽しみですね。はい、今バゲームジェ行くぞ。そしたら特製地鶏醤油ラーメン日はまた醤油の1080円。むっちゃすごいぞ、肉がいっぱい入ってるぞ。これ見てください、鶏チャーシュー、レアチャーシュー、炙りチャーシュー、超豪華版。うわ、うまそうやな。醤油のチンタンスープをいくぞ。めっちゃうまそうや、めっちゃうまそう。そしたら食らっていくぞ。大事に。まずはスープから。これはね、染み渡るね、体の芯から。鶏の香りがしっかりしてて、ほんでこの醤油がね、まろやかでね、マジでうまい。さすが醤油ラーメン専門店で売り出すだけあるわ。うまい。そしたら鶏チャーシュー、レアチャーシュー、ローストビーフみたい。よっしゃ、そしたら麺いくぞ。麺、ほら
まあ、結構細麺ですね、細麺。醤油のスープをしっかり吸い取った細麺。麺バギーじゃない。チリね、この細麺がね、醤油のね、スープにね、合うわ。もううまい。ここでちょっと味変です。胡椒。一味。いや、初めてね、醤油ラーメン専門店日はまたのぼるさんにお伺いさせていただきましたけど、奥の深いコクある鶏のスープ、最強のチンタンラーメンでした。体の芯から染み渡る、身も心も温まるスープ、むちゃくちゃうまかった。そしたらね、この炙りチャーシュー、炙りいくぞ。これは間違いなくトロトロやで、香ばしく炙ってあります。はい、これはね、最後に炙りチャーシューをいただきましたけど、もうまさかの鶏チャーシュー、それから豚のレアチャーシュー、うまい。ほんでこの炙りチャーシューですよ。3種のチャーシューが楽しめて、この鶏のスープに全てがむちゃくちゃマッチしているという、この穂先メンマもね、うまかったですね。いや、びっくりしました、ほんまに。とろとろ卵、この日はレギュラーメニューの醤油ラーメン取材させていただきましたけど、このお店には日和又次郎というスペシャルメニューがありますんで、またそちらも取材したいし、伏見稲荷の1号店は結構濃厚な鶏豚骨となっておりますんで、また取材させていただきます。会員はね、想像通りのうまさでした。もうこのね、醤油チンタンはもしかしたら伏見ナンバーワン、いや、京都一かもしれない。ほんまにうまかったということで、大満足です。ごちそうさまでした。しゃあ、ということでごちそうさまでした。本日は醤油ラーメン日和又昇さん、動画初潜入してきたけど、いやー、むちゃくちゃうまかったね。あのね、鶏のスープ、もうほんまにね、出しあった、むちゃくちゃ鶏の香りがして、むちゃくちゃうまかった。ほんで醤油もこだわってあるんで、もうね、久しぶりに美味しいチンタンラーメンいただきましたよ。ほんでまたあの細麺にね、スープが染み込むんですよね。ほんで、だしの効いた麺ですごくうまかった。次はね、伏見稲荷の本店、とりあえずまた乗り込んでいきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、お会いします。ありがとうございました。腹いっぱい、しゃい。